上の丘陵大分駅越しに見た。上の丘陵上の丘陵は、大分県大分市の市街地南部に広がる丘陵。上の丘、上野が、丘、上野の森とも呼ばれる。上野が、丘風知地区として、風知地区に指定されている。大分市中心部は、かつて地上駅であった JR 九州大分駅及び、日豊本線、久主台本線、豊肥本線の線路で分断されていたため、市街地は、駅の北側を中心に発達しており、駅の南側に位置する上の丘陵は、都心に近いにもかかわらず商業施設などは少なく、自然が残る住宅地となっている。この地域は、交通の利便性と静かな環境等を兼ね備えているため、多くの学校が立地しており、美術館や公園と相まって、大分市を代表する文教地区でもある。歴史的に見ると、上の丘陵には、中世、大友氏の館が置かれた。現在も残る、円寿寺、金剛宝海寺といった寺院は、大友氏の治世にこの地に移転してきたものである。大分駅周辺では、1996年に高架化工事が始まるとともに、それに伴う再開発が進められた。2008年9月23日には、上の丘陵の大分駅側の麓に沿って、大分中央幹線道路が全線開通。2012年3月17日には大分駅の完全高架化が完了するとともに、新たに上野の森口と名付けられた大分駅南口と上野丘陵を結ぶ都市計画道路大分駅上野丘線が暫定開通した。今後も上野丘陵には大分駅南口と南大分を結ぶ都市計画道路の上野丘南大分線が計画されるなど、大分駅南口から上野丘陵にかけての地域は大きく変容することが見込まれる。ありがとうございます。